ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙。今日も面白い生物の話を聞かせてよ。霊夢が気に入るような怪物の話を今日は準備してきたから楽しんでいってくれ。怪物となると人類にとって見過ごせない危険な存在ね。実在を思わせる写真や映像があるから見応えたっぷりだぜ。それでは本日は写真や映像で捉えた撮影された怪物6000パート3を紹介していくぞ。それでは、ゆっくりしていってね。最初に紹介するのは、吸血犬として人々を恐れさせたチュパカブラだぜ。この呼び名の由来は、スペイン語で、スーをチュパ、ヤギをカブラと呼ぶところから命名されたんだ。スーヤギでチュパカブラってことは、ヤギに対して害を及ぼしてたの。その通りだぜ。主に南米で目撃される生き物であり、家畜で飼っているヤギの血が何者かによって吸い出されたという報告が多発したんだ。最初に被害に遭った人は恐怖で震えたでしょうね。血を吸ってくる生き物なんだから人間も無関係とは言えないからな。実際1995年2月にプエルトリコで最初に目撃されて以降、家畜のヤギ以外に人間も襲われているんだ。1995年だと大昔とは言えないわね。今もどこかで私たちの血を求めて生存してたら恐ろしすぎるわ。その被害件数は予測も含めれば1000件以上もの報告がされているぞ。すごい数の被害が出ているのね。私には捕まえられそうにないわ。血を吸い尽くされて終了だろうな。怖すぎるわ。捕まえるなんて考えない方が良さそうね。脅威が残るのは心配だけど。だが、チュパカブラではなく、皮膚病による被害だという意見もあるから確証はできないぜ。あれ？そもそもチュパカブラってどんな生き物なんだっけ？その特徴を多くの目撃情報から推測すると、主な特徴は、体長は約1から 1.8 メートル。全身毛むくじゃら、巨大な赤い目、歯は牙の形、背中に極上のものが存在しているなどだ。人間なんてひとたまりもないわね。現在でもその存在にはたくさんの説が存在していて、病気のコヨーテ説、宇宙人説、生物兵器説、未確認生物説など謎に満ちた生物だぜ。動物説が私の第一希望よ。でも今回紹介するっていうことは、その正体の写真が撮影されたってことよね。その通りだぜ。撮影された写真がこれだ。何この写真、夢に出そうだわ。この状態からでも血を求めて襲ってくる凶暴さが伝わってくるわね。この奇妙な写真からチュパカブラの生存説がネット上で議論されることになったんだ。その意見には猿と姿が類似している、ハヤテが霊長類である証拠、奇妙な犬など様々だぞ。犬にしては凶暴すぎるし、猿には見えないわね。やっぱりチュパカブラは実在するんだわ。外出を控えた方が良さそうね。家で寝ているだけのイメージが強いんだがな。でもな、結論を出すのはまだ早いぜ。この写真は、2003年にアメリカのネバダ州にある空軍ネリス試験訓練場の一部である、エリア51から流出したものだと考えられているんだ。私はインドア及びアウトドア派よ。でもさ、エリア51の空軍基地と言われてもピンとこないわね。有名な話だと墜落した UFO をアメリカ軍が秘密裏に回収していて研究しているなどの噂が流された場所だぜ。未確認生物の話に登場しても不思議じゃないわけね。だが、この写真はかなりリアルな状態で撮影されているんだが、真っ赤な偽物であることが判明しているんだ。この写真が偽物なの？本物の生物の死骸にしか見えないわよ。実はオンラインで販売やレンタルができる商品だ。販売されてるの？不思議な需要だわ。でも、子供向けにしては趣味が悪すぎるし大人が欲しがるのかしら。販売元はダッパーカダバーのウェブサイトにあるしでしょう、チャパカブラプロップと言うんだ。ここでは、他にもミイラ化した幼児のチュパカブラ、チュパカブラの頭蓋骨などを販売しているんだ。ユーマファンにとっては宝の山かもしれないわね。今回出回った写真の商品は、メキシコ神話に登場する伝説のヤギの吸盤でその出生について長年の間多くの意見が出ている、と始まるんだ。かっこいい商品紹介の説明文だわ。その後にこの怪物は、友人や近隣住民を驚愕させることができる。指や腕、頭が自由自在に動かせる自分だけの怪物を生み出せる。サイズは 37×22×8 と表記されているぜ。この説明文と一緒に写真を広めてほしいわね。勘違いしてもおかしくないもん。確かにそうだな。最後の写真でチュパカブラを抱えている女性の姿もプラモデルだから実現したことだからな。普通に考えたら嫌がって誰も抱えたりしないもんね。見た目のリアリティだけでは事実とは決められない難しい時代になったもんだぜ。
二つ目に紹介するのは、人間を餌にしてしまう恐ろしい怪物のエイリアンだぜ。エイリアンって地球外生命体でしょ。唾液で床を溶かすイメージしかないわ。映画のエイリアンとは姿が全然違うぞ。それにすでに捕獲されているから安心してくれ。よかったわ。地球が侵略されるんじゃないかと一瞬想像しちゃったもん。ビビりすぎだろ。まだ具体的に何も説明していないのに霊夢の頭の中では勝手に話が進むんだな。想像力が豊かなだけよ。自画自賛だな。まあとにかく説明していくぞ。その生命体は2016年11月30日にインドのケイララカルナタカの国境で発見及び捕獲されたんだ。国境で捕獲なのね。他の国に亡命でもしようと思ったのかしら。国の違いがわかるとは思えんがな。発見されたのは4匹でそのうちの1匹を捕獲したんだ。その捕獲された生命体の映像がこれだ。不気味で怖い生き物だわ。檻の金網もぐちゃぐちゃになってるわね。その凶暴性が伝わってくるぜ。ちなみに映像は加工なしの 100% 本物だ。じゃあこの生物が実在するのは本当なのね。絶対に出くわしたくないわ。それならジャングルを移動することがあったら注意して進んでくれ。この生き物を見た後でジャングルに入ろうとは思わないわよ。この映像はネット上においてエイリアンが捕獲されたという内容で伝わっているんだ。だが、決してエイリアンなどではないぞ。この見た目からして犬や狼、猿でもなさそうだし一体何なのかしら。その正体は、クマだぜ。これがクマなの。確かに鋭い爪の部分はクマっぽい気はするけど体の色がグレーすぎるでしょ。そこが一番重要な要素だぞ。多くの人が騙された理由はこの体の色なんだ。見た目を不気味なものにして周辺住民も怖くてビビってしまう始末だからな。つまりどういうことなのかしら。この体の色は皮膚病を患ったせいなんだ。本来は真っ黒だからクマだと思えるんだぜ。正式な名前は、マレーグマもしくはサンベアと呼ぶんだ。かわいそうな扱いを受けたのね。皮膚病で苦しんでいる上に、エイリアン扱いされて脅威に思われるなんて。人間の思い込みというのは事実を簡単にねじ曲げてしまうってことだぜ。でも体調不良で檻をボロボロにしちゃう力の強さはクマなら納得だわ。その事実が判明した後には、リハビリをさせるために、マタンワイルドライフセンターという場所に連れて行ったんだ。しかし、2015年5月中旬に癌によってあの世に旅立ってしまったぜ。元の住処に戻れずに知らない場所で最後を迎えたわけね。このクマは結構なお年だったから寿命の問題もあったとは思うぜ。それと名前からも推測できそうだが、マレーシアでは貴重な動物であり絶滅危惧種及び保護種という扱いなんだ。そんなに数が減少した原因は何なの？いろいろと理由は考えられるんだが、例えば森林伐採による生存地域の減少、動物狩りなどがあるぜ。私たちの行いが、このクマを怪物の姿にしてしまった可能性もなくはないわね。不気味で恐ろしいエイリアンを生み出したのは人間側に責任があってもおかしくないだろうな。三つ目に紹介するのは、見た目のグロさが強烈なエイリアンだぞ。エイリアンって地球外生命。さっきと同じセリフになりそうだから、早く説明に入るぜ。ガーン。まさかに連続で来るとは思ってなかったから反射神経で答えそうになったわ。その生物が発見されたのは2016年8月のことでノルウェーに住んでいる某夫婦の家の外にいたんだ。自分の家のそばで未確認生物は勘弁してほしいわね。まったくだぜ。研究所の外にしてほしいな。その夫婦も生物の死骸を見つけて恐ろしい思いをしているからな。その生物の写真がこれだ。うわぁ、本当にグロいわね。お菓子が食べられなくなるわ。なんだか寄生してきそうで怖いもん。その生物の特徴は、すべすべの肌で体長は約25センチ、体全体が透明色っぽく不思議な足の形をしているぜ。この写真の影響で奇妙な生物として話題に上がるようになったんだ。私ならこの写真に写っているのはエイリアンですと言われたら全然疑わないわよ。そういう雰囲気だからね。確かに見た目からだと信じてしまいそうだな。だが、科学者の人たちの見解によると正体は、巨大カエルもしくはヒキガエルが、鳥類のサギに体の一部を咀嚼及び消化された後の姿だと説明しているぜ。カエル？言われてみれば確かにカエルの体に似てるわ。一部だけ残してサギは全部をいただかなかったのね。皆が皆、霊夢と同じだけの食欲があるとは限らないからな。そんなに多くらいじゃないんだけどな。つまり、この写真に写っているのは消化しきれない部分を吐き出したことによって、このような姿になっているんだ。ちなみに透明なのは鳥の胃酸に触れたためだと考えられるぜ。それにしても、人の家の前に食べ残しを捨てるのは行儀が悪いわ。ああ、そうだぜ。
今回なんて恐ろしい思いをさせられているんだから捨てる場所は考えてほしいぞ。四つ目に紹介するのは、人々を恐れさせるだけの獰猛さを持つ巨大グモのキャメルスパイダーだ。別名でラクダグモとも呼ばれるぜ。なんだか美味しそうな名前ね、キャラメルスパイダーだなんて。違うぞ。甘くて美味しいキャラメルじゃない。キャメルスパイダーだ。変な連想をされると話が進まないから別名のラクダグモで説明していくぞ。えへへ、ちょっとお腹空いてきちゃったのよ。ソーリー、ソーリー。気を取り直していくぜ。このラクダグモは、イラクやアフガニスタンなどの中東のみと考えられていたが、アメリカやメキシコでもその姿が発見されているんだ。世界のどの地域に現れてもおかしくないわけね。特徴としては、サイズがフリスビーほどまで大きくなり、時速30マイル約48キロ以上のスピードで移動ができて、1メートルものジャンプ力を有しているんだ。時速30マイルは速すぎるでしょ。しかも麻酔薬の毒を有しているから獲物を麻痺させて捕食するんだ。人間だって発見されれば被害は免れないぜ。見つかったら確実に追いつかれるわ。その捕食対象はラクダの胃袋まで食してしまうからラクダグモと名付けられたんだ。そんなにどう思うなら人間だって命の保証はないわね。砂漠地帯で眠っている時にラクダグモの標的になれば、麻酔薬の毒のせいで感覚が麻痺した状態でひたすら肉を食べられることになるぞ。目覚めた時には体の一部がなくてもおかしくないんだ。そんな危険地帯で眠るなんてごめんだわ。その恐ろしいラクダグモの姿を軍人が撮影しているぜ。その写真がこれだ。大きいわね。これがクモだなんて信じられないわ。一応確認するが、クモは2匹いて、下側のクモが上のクモを捕食している最中だぜ。ああ、そうなんだ。私はてっきり1匹の大きなクモだと思ってびっくりしていたわ。実際にイラク戦争時にラクダグモの被害に遭った兵士がいるそうだが襲われるのはかなり珍しいことらしいぞ。え、そうなの。でも自分の目の前に現れたらとんでもないスピードで追いかけてきてジャンプして毒を注入して。最初に紹介したラクダグモの特徴はデマだから忘れてくれ。そうなの。すっかり信じていたわ。じゃあ実際の生態はどうなってるの？そもそもラクダグモが注目され出したのは、1990から1991年に起きた湾岸戦争における米軍兵士によって話が広がったんだ。砂漠地帯に生息しているのは間違いなさそうね。実際にラクダグモに噛まれた箇所は、強力な抗生物質などで収まるそうだ。しかも麻酔薬のような毒はないしな。時速30マイルで走る話はどうなの？実際には10マイル15キロほどだぜ。それでも生物の中では速い方だぜ。サイズは約30センチだからフリスピーサイズとしては正しいぞ。あとはジャンプはしないから安心してくれ。あれ、もしかしてラクダの胃袋を食べるのもデマなの？主に砂漠に生息しているクモだからラクダグモと呼ばれるようになっただけだ。最初に聞いた話よりもだいぶ脅威が低下したわね。さらにこのクモは、トカゲや無脊椎動物、昆虫、小鳥などを食べて生活してるぞ。つまり、人間が噛まれるのは可能性としては低いわけね。噛まれたとしても大した怪我にはならんから大丈夫だ。つまり最初に説明した内容はラクダグモのことを誇張表現したデマであり、前兆などの一部分だけが正しい話なんだぜ。五つ目に紹介するのは、神話における伝説上の生き物として人気のある妖精だぜ。やっぱり妖精は実在するのね。早く会ってみたいわ。おそらくだが霊夢が期待しているような妖精とは風体が違うぞ。その写真がこれだ。全然可愛くないじゃん。人気が出るような雰囲気じゃないわね。しかも瓶詰めだし。この妖精は、スコットランドのグレンシーという場所で、デビッド・ライアル氏が採集したものとして瓶詰めにして保管されているんだ。さすがにこれは偽物でしょ。私が結論を出す前に先に答えを言うんじゃない。まだ前置きの情報を説明しきっていないというのに。えへへ、ついうっかりしてたわ。話の続きをどうぞ。この妖精の標本の写真は画像共有サイトなどの影響で世間に広まったんだ。不思議な写真があればすぐにネットに載せたがるわね。今更だが、この妖精の標本はデマだぜ。そうなの。私本物だとばかり思ってたわ。かなり臭い演技だな。写真の正体は、スウェーデンのアーティストの、プロップメーカーのヤコブ・ペイターソンさんの作品なんだ。もっと可愛い妖精なら私買っちゃうのにな。瓶詰めにした妖精の写真を撮影後にモノクロに加工してネットに掲載したんだ。もっとリアルに作成されていたら信じてしまいかねないわね。妖精というテーマだから皆が疑ってしまうだろうしな。ハードルは高いぜ。この壺の中の妖精以外にも類似した作品が多く作成されているそうだから。
気になったら確認してみてくれ。ちなみに妖精の写真は2009年6月6日に公開されたぜ。こんな作品が同じ場所に、たくさん並んでいたらすごい不気味でしょうね。ああ、何かに疲れてしまっても不思議じゃないな。とりあえず何度も言うがこの話はデマだから見た目に騙されないように注意だぞ。最後に紹介するのは、映画白鯨で登場するクジラのサイズをはるかに上回る巨大クジラだぜ。正式名称はシロナガスクジラだ。そんなに巨大なクジラなの？でもクジラってそもそも大きなイメージがあるから驚くかしら。そう思うのも無理はないな。現在シロナガスクジラで最大サイズは 29.9 メートルだ。こんな巨大な生物が海ではなく、地上にいたら私たちはどうなっていたかわからないぜ。ということはそれ以上のサイズのクジラが発見されたわけね。その写真は Facebook、Twitter、Instagram などで話題を生んだぞ。公開された画像がこれだ。大きすぎるわ。このタイミングで尾びれをバシャバシャされたら橋の上を通行している人は無事では済まないわね。いとも簡単にこんな橋は破壊されてしまうだろうな。こんなクジラが存在するなんてね。捕獲できたらしばらくは食料事情の心配は必要ないわ。霊夢はいつでも食べ物の心配がすごいな。あと驚いているところ申し訳ないが、この写真はデマだぜ。こんなにはっきりと写っているのに違うの。2019年7月26日にデジタルアーティストのアムート・レックベル氏が、インスタグラムに投稿されたこの画像はデジタル操作であることを発言したんだ。つまり加工された画像ってことね。橋とクジラの画像を、フォトショップで合成したと言っているんだ。元の橋の画像を見るとクジラは映っていないぜ。というか本当にこんなクジラが発見されたなら毎日のように日本でも大々的に報道されるもんね。偽物であることがわかっているから報道されないんだろうな。一見するとヘリコプターから撮影された衝撃の巨大クジラだが、事実は、通常サイズのクジラを加工して大きく見せているだけなんだ。では、本日ご紹介する内容は以上だぜ。驚くべき怪物ばかりで楽しんでもらえたかな。ええ、もちろんよ。たとえデマ情報の写真でも話を聞くのは楽しいわ。どんな工夫をしてこんな生物が誕生したのかを知るだけでも聞く価値はあるもんね。人間の想像力が生み出した怪物が多く存在するのが分かったが、見たこともないのによく作れるもんだぜ。しかも、実際に存在していてもおかしくないと思えるのがすごいわ。なぜだか説得力はあるもんな。騙されないように注意していこうぜ。それじゃあ本日の写真や映像で捉えた？撮影された怪物6000パート3は終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。